山田信二郎は日本の企業家、インクスの創業者。広島県出身。1974年に青山学院大学理工学部機械工学科卒業。同年、三井金属工業株式会社に入社し、自動車用ドアロックの設計に従事。1990年三井金属工業株式会社大社、同年株式会社インクスを設立。 2008年、インクスは、受注が決まっていた2社40億円のコンサルティングが、リーマンショックの影響で取り消されたことにより、入居していた新丸の内ビルディングの年間家賃15億円が、払えなくなり、三菱辞書に、ビルからの退去を通告したが、定期借還契約だったため、契約期間の残りの家賃として、約200億円を要求され退去もできず、2009年5月までには、 資金繰りに急する状況に追い込まれた。2009年2月、45億円の現金を保有していたにもかかわらず、株式会社インクスの民事再生法適用申請、2010年1月、インクス退社。その後、芝浦工業大学も客員教授、高知工科大学客員教授を経て、県立広島大学大学院経営管理、研究科客員教授、 株式会社プランテックス会長、日本工業大学社会人博士家庭修了、博士、ありがとうございます。